電気工事二日目です。今やってる工事の解説を簡単にしますと、まあ、今まで細い電線でキッチン周りの電気を動かしてたんですよ。まあ、だけども、昔に比べてこう、機器が増えてきて、大電流を使うようになってきたんですね。大電流になればなるほど、細い電線だと発熱しちゃうんで、太い電線に張り替えようと思って今回工事してます。まあ、工事の構想としては、こんな感じで、分電盤からトイレの中に電線を入れて、 でトイレから今度外に出してでここら辺の冷蔵庫とかレンジとか炊飯器のところまで電線を引っ張ってきてで各所にこうコンセントをつけるっていう感じですねで前回の工事はこのトイレまで電線を引っ張ってきてコンセントをつけるってどこまでやったんですよだから今回はこのトイレから今度外に出してこの冷蔵庫とかレンジとかここら辺の機器をつけていこうと思います トイレの外にに電線をを出すために穴を開けますで今回この穴を開けるにあたって長いドリルじゃなきゃ開けられなかったんで松野さんから長いドリル借りたんですけども全然穴が開かないんですよ。どんなに力入れても穴が開かなくてでこれはちょっとドリルの刃が研ぎが足りないのかなと思ってトイレも見たんですよ。で再度チャレンジしてみたんですけども全然穴が開きませんね。 折り方が悪いのか力の入れ方が悪いのかわかんないんですけどももうどんなに頑張っても穴が開かないんですよだけどもあの切りくずみたいのは少しずつ出てるからこれ時間をかければいつか開くだろうと思ってひたすら時間をかけてドリルを回し続けてでやっと穴が開きましたねで後から松野さんに聞いたらこれはわざと穴が開かないように加工してるドリルでまあ、木工作業とかでドリルの進みが早すぎるとやりにくい場合があるケースがあるみたいなんですよ まあだからそういうふうに細工したものだったみたいですね。えー、そうしましたらコンセントを取り付けていきます。で、コンセントを取り付けるには、まあ、コンセントのボックスをまず取り付けるんですよ。で、この手元にあるボックスが壁に埋め込む用のボックスしかなくてで、壁に埋め込む用のボックスってこんな感じで穴が開いてるんですよ。だからそのままちょっと屋外で露出で使うのはゴミとか入りそうなんで、まあ、適当にビニールテープでその穴を塞いで使うことにしました。 そしたらコンセントボックスを取り付けていきますでここには2つのコンセントボックスを取り付けましたトイレの中から電線を引っ張り出してコンセントを作っていきます2ミリの導線から分岐コネクタを使ってコンセントに分岐していきますでコンセントの導線は1 6ミリを使いました、まあ、ここの場所のコンセントは大して大電流を流さないので、まあ、大電流を流さないんだったら1 6ミリの方が施工しやすいんで、まあ、こちらを選びました えここには全部で6個のコンセント口をつけました、まあ、何かと電気を使う場所で太陽熱温水器の制御パネルとか、まあ、あとは電灯とかあとシンクの真上にある場所なんでここでハンドブレンダーを使いたかったりとかいろいろあるんですよ、まあ、だから少し多めにつけておきましたえ次はトイレの向こう側に電線を渡したいんですけども、まあ、どうやるかいろいろ考えて思いついたのがこのステンレス針金を使って向こうまで渡していく方法ですね まあ、トイレから向こう側までまずステンレス針金を貼っていきます、まあ、こんな感じで単管パイプにくくりつけながら貼っていくんですけども針金を貼ったらその針金に VVF ケーブルをくくりつけて向こうまで渡していけばいいですねえそうしましたら冷蔵庫の方に電線を下ろしていきますでちょうど電線を下ろすところに波板があるんでこの波板に線が触れないように少し底上げしてますね えー、そうしたら、冷蔵庫のコンセントと、あとは洗濯機側のコンセント、2系統に分けたいので、その分岐点に分岐のボックスをつけていきます。冷蔵庫の電線を通す穴を開けていきます。冷蔵庫の配線を通していきます。えー、そしたら、コンセントを取り付けていきます。まあ、ここの場所、狭いせいかね、めっちゃ作業性悪かったっすね。 まあ、ちなみに冷蔵庫の電線は VVF の 1.6mm でやってます、まあ、冷蔵庫も大して消費電力がないんで細い電線でもいいんですよ、えー、そしたら冷蔵庫や洗濯機のコンセントも設置していきます VVF ケーブルは棚の裏側を通して持っていきますねで単管パイプにこんな感じでくくりつけて固定していますこんな感じでコンセントを設置しましたでこちらのコンセントは棚の中に入れて でその中から洗濯機や電子レンジに接続していきますで。結構ね、大電流が流れるものを接続するので、こちらは VVF の 2mm でコンセントを設置しました。コンセントの設置がすべて終わりましたので、電気を通していきます。今回は新しくブレーカーを増設して、その増設したブレーカーに新規に接続していこうと思います。いろいろ細かく解説していきたいんですけども、 配線がごちゃごちゃしすぎてて、ちょっと何をやってるか見た目わかんないですよね。だからもう解説も難しいんで、とりあえず作業してる風景を感じてもらえればなと思います。まあこの分電盤も一番最初に設置した時と比べてだいぶ増設増設で、すごいカオスな状態になってるんで、まあ何かの機会に一から分電盤作り直したいっすよね。えー、今年に入ってからエアコンを使うようになって。 で結構ね、電力を使うようよよ。になったんですよだからブレーカーが頻繁に落ちるようになったんで、まあ、アンペア数を上げる申請をしたんですね。でその時に、まあ、最初検査員の人が来てでこの分電盤を見てったら結構絶句してましたね。<laughs> なんだこれはみたいな感じで。まあ、その検査っていうのは電線の太さが20アンペアを流せるかどうかっていうのを確認するだけなんですよ。一応太さは20アンペア流せる電線だったんで合格したんですけども。 その検査する時になんかあまりにもごちゃごちゃしてて検査員の人がなんかめっちゃやりづらそうにやってたんですよだからやっぱりそのことを考えたらちゃんと分かりやすくすっきりと配線するっていうのは大事だなと思いました、えー、配線が終わったのでちゃんと通電してるか確認しますでまあ全てのコンセント100ボルト来てたんで一応大丈夫でしたね、えー、トイレに照明をつけていきます えちょうど余ってる電球ソケットがあったんでそいつにコンセントプラグをつけて照明にしていきますえ電球は人感センサー付きの電球にしましたこれでトイレに入るたびに自動で電気がつくようになりますね、えー、今回の電気工事をざっくり説明していきます、まあ、まずこれ最初穴開けて汗線を引っ張り出したじゃないですかで引っ張り出した幹線をまず分岐してここにコンセントをつけましたでこのコンセンセトは この温熱温泉の専用パネルとかこう,いうこういう電気あと向こうに投稿機があるんですけどもまあああいうのにつながってますねあと余ってるコンセントがあるんですけどもこれはまあここのキッチンで一応ハンドミキサー回したりとかいろいろ使うかなと思って一応つけておきましたでまあ幹線これ針金でつって向こうまで通してるんですけどここの 幹線が降りてくる場所ここねちょうど波板がここにあってここに波板擦れると電線切れちゃうと思ったんでここにちょっとかさ上げしてますねでこんな感じで下ろしてでここのボックスここでまた分岐させてますねで片方がこっちの冷蔵庫専用コンセントでもう片方があっちの電子レンジとか魚焼き器とか洗濯機を動かすコンセントですね でまあ、あっちの洗濯機とか冷蔵庫系のコンセントはこの裏,裏にこう配線してでこの棚の裏をずっと通ってでこっから来てここに設置してますねでこんな感じで普段は閉めてるんであんまり雨風入んない感じになってますで、まあ、こういうのを動かしてるんだけどもあのね工事終わった後に知ったんだけども、まあ、こういう 大電流が流がれるもの IH 炊飯器とか電子レンジとか、まあ、魚焼き器もそうなんだけどもこれって電子レンジ1つにつきブレーカー1個 IH 炊飯器1つにつきブレーカー1個でもちろんあの太い線で配線するっていうのが今の電気工事のやり方みたいなんですよ例えば3つ大電流を使う機器があったとするじゃないですかそしたらブレーカーも3つ用意して、まあ、それぞれに専用で配線しなきゃいけないんですよ。 こんな感じでねだけどもう今回の僕の工事だと1つのブレーカーからこう3つに分岐させてるからまあこれは今のやり方じゃないよってことなんですよね。まあ、だけどねこのブレーカーが2 0アで落ちるブレーカーなんですよ。でこの配線が VVF の 2mm を使ってるんで,でその VVF2mm の許容電流がこれを見るとここですね。一応管内に 入れてるとと19アアンペまで持つよとだからこれ1 9アの給与電流がありますと仮に例えばこの3つの機器を同時に使って大電流が流れましたで当然ま2 0アンア以上の電流が流れたらブレーカーも落ちるし一応1 9アンペアまで耐えられる配線なんで多分大丈夫でしょう一応ちょっと 足りないけどね本当は2 0ア以上流れる配線、流れに耐える配線じゃなきゃいけないと思うんだけども、まあ1アぐらい一緒ってことで、まあ、とりあえずこんな感じで、おそらく安全マージンは取れてる電気工事にはなってると思うんで、多分大丈夫です。